パジンは、クロアチア西部イストラ軍の都市及び、基礎自治体で、2001年現在人口は4986人で、基礎自治体全体では9227人である。パジンは、イストラ軍の軍都で、イストリア半島内陸部に位置する。パジンが最初に研究されたのは983年のカストラムピシニアムで、オッー2世から死境である。 ポレチに対して行われた寄贈に関することであった。12世紀、マイナルド・シュバルツェンブルク伯爵の領地となり、パジン伯国が成立する。1186年に、ゴリツヤ伯国のエンゲルベルト3世のものとなる。1374年、ゴリツヤ伯国のアルベルト3世の遺産は、ハプスブルク家に譲られ、その後領地は、様々な一族にわたり最後は、 モンテクッコリ家のものとなった。現在の町は、ほとんどが、要塞の周辺に作られたものである。1805年から1814年までは、ナポレオン支配下のイタリア王国の一部であった。1809年からは、イルリア県に属している。1815年以後、パジンは再び、ハプスブルクの領域となる。第一次世界大戦後の1918年には、 イタリア領となり、1945年からは、ユーゴスラビアのクロアチア社会主義共和国となり、1991年からは、現在のクロアチア領となっている。モンテクッコリ城は、第二次世界大戦後、博物館に変わっている。他には13世紀以来の聖ニコラス教会や15世紀に建てられたフランシスコ会の修道院などがある。またカルストなど、自然も豊かで、 この地の城や峡谷に刺激を受けジュールベルヌは小説マティアス・サンドルフ、アドリア海の復讐を書いている。ありがとうございます。